性客がまず増えました。お年寄りの方から若い方までも増えましたし、カップルの方なんかも見えになるようになりました。でオープン前から並んでいただいたり、することもありましたし、同時に載せていただいたひつまぶしも、大変好評いただいております。うちは問屋を経営しておりますので、その分割安で、安全な美味しいうなぎを提供することができます。